別府市の APU 立命館アジア太平洋大学の学生が杉の井ホテルでイベントを開催することになり、学生たちが今日関係者に概要を発表しました。イベントは APU と杉の井ホテルなどが結んだ協定に基づいて行われ、ホテルの敷地内でおよそ10カ国の文化や食事を楽しめるということです。海外に行った気分になれた、子どもに海外の文化に、日本ではこんなグローバルな環境はどこにもないと思うので、自信を持って皆様にお届けできたらなっていうふうに思ってます。イベントは12月9日と10日に開催されます。